2023年10月3日火曜日、不思議レモンネットラジオ、今宵しげなラジオでということで、今宵も不思議の扉へようこそ、不思議レモンでーす。さあ、今日は火曜日8時、お送りしていきたいと思います。この後、私のオープニングチューンをおかけした後は、不思議レモンの最新情報、不思議レモン何した、お次はレモンニュース&エンタメチェックのコーナーということで、ジャニーズ改めスマイルアップというね、社名変更になったわけなんですけども、社長の東山紀之さんが、いかに自分たちが内向きかと、まあ、反省の弁という形なんですけども、そんな中、ジャニーズの所属の岡田准一さんが退所かという報道、そして、ジャニーズの被害者当事者の会ですかね、にが、まあ、怒りと、ジュリーさん出席欠席に対しての、まあ、怒りについて、まあ、これもいろいろ賛否があるんですけども、そして、岸田首相、ね、安倍さん亡くなられた後、自民党が悪くなったというふうな、まあ、世論調査が過半数ということで、そちらの、ね、話題などを今日はピックアップしてお送りしたいと思います。そしてフシスポのコーナーは、レモの千葉ロッテマリーンズ、応援曲ということでね、今日もマリーンズの情報をお送りしたいと思います。トレンドレモンですけども、今日は、ね、恒例の週刊映画ランキングということで、今人気の映画をピックアップしてお送りしたいと思います。エンディングは玉勝 AIIT ニュースということでお送りしていきたいと思います。月1企画のね、第1火曜日でございます。今日も8時から30分間どうぞよろしく。それでは今日のオープニングチューンでございます。不思議レモンでティファニーと朝食を。この番組はシグモンクレーベルの提供でお送りいたします。
話にした。このコーナーは最新のシギレモンニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。ネットの配信予定行ってみたいと思います。朝9時本日のシギレモーニングカフェということで、今日は恋のひとチャート68ライブイン大阪ミディアムバージョンということで、私の懐かしき風の、70年代風のディスコテイクナンバーでございます。ぜひチェックしてみてください。朝9時シギレモン公式の方で配信しております。正午シネコニャンズアワーということで、今日はピンズちゃんお誕生日ということでね、今日は、ね、ピンズちゃんインタビューということで、誕生日インタビューをお送りしております。正午シネコニャンズデジタルハウスにて配信しております。6時レモンチューブステーション、今日の最新楽曲のご紹介、オリビア・ロドリゴ Get Him Back ということでね、ね、本当に可愛らしい美女でございますけども、 Get Him Back ですからね、戻ってきてみたいな感じなんでしょうかね、意味合いとしてはね。こんな綺麗な人をね置いていく男っていうのは世の中いるんですかねわかりませんけども、6時配信しております。6時半レモンジュリーステーションということで、今日は細かすぎる沢田家に切り抜きの予定となっております。急なニュースが入ってきましたらレモンジュリーニュースに切り替わる可能性もございます。6時半シギレモンニュース、沢田家にチャンネルレモンジュリーステーションにて配信しております。7時本日のシギレモンニュースということで、今日はピンズちゃんお誕生日告知、そして、今日ねエンディング玉勝、IT ニュース AI ニュースございます。最後ねエンディングチェックしてみてください。7時半シギレモン楽曲配信、今日は熱帯夜2023スタジオライブテイク6でございます。先ほど7時半シギレモン公式ミュージック YouTube チャンネルにて配信しております。8時このラジオ現在シギレモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了後はシギテレビジョンにて配信、シギレモン公式では火曜日同時に配信しております。9時、火曜日9時といえばシギレモン火曜な21時沢田研二ということで、毎週火曜日9時はジュリー沢田研二さんのネットテレビということで様々なコーナーをしております。今日は激かっこいい94年ライブリアリーラブヤを解説前編ということでね、本当にこのライブ好きでね、まあめちゃくちゃ長くなっちゃいましたけどぜひまだ前編ですからね、ぜひチェックしてみてください。この後9時シギレモン公式 YouTube チャンネルはこのままです、ぜひ配信になります。9時半シギレモンカバー沢田研二、今日は勝手にしゃがれ2023スタジオライブテイク2ということでね、先週に引き続き、別テイクになります。ぜひチェックしてみてください。10時から1年前のシギレモンコンテンツを再配信、プレイバックシギレモン、1年前のシギレモンニュースをファンサイト演奏室、1年前のこよいシギなラジオでのプレイバックはシギテレビにて、この後10時プレイバック配信いたします。合わせてチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日のシギレモンシジュールということで、まあね今日朝まで火曜な21時のアップデートなかなか長すぎるっていうのもあるんですけど、アップデートされなくてですね、で完成品を見たら、あーしまった間違ってるわとか編集間違いとかがあってですね、それが午前 2,3 回繰り返し結局昼過ぎてしまいましたね。完成はしてるんですけどね、ちょっとこう気に入らない編集の間違いがあって、うん、テロップの間違いとかがねありましてですね、結局昼過ぎに完成してですね、だから先に、まあシギレモンテレビの収録昼過ぎぐらいからですねしてですね、このラジオ収録してですね、でその後、火曜の21時の出来上がりをチェックしてですね、まあそんな感じで、あとは、シギレモンコンテンツの編集、ショート動画の編集、時間が余れば明日用のシギレモンテレビの編集という一日でございました。恋の人はチャート68作られてこのダンスを踊り狂う少年が火を灯す限界のシアボールが映るアナログに見えちゃう恋人で快楽に
シゲモンで恋のヒトチャート68ライブイン大阪でした。シゲモン何したでした。エモニュース&エンタメチェーン、このコーナーでございます。このコーナーは最新のニュース&エンタメの独自の視点であやくや有効なでございます。まずはジャニーズ関連のニュースを続けて、こちら10月3日読売新聞オンラインよりジャニーズ離れ世間にも広がり大きなうねりに、見通しの甘さを認めた東山紀之社長、いかに自分たちが内向きかと、すべて後手後手にということなんですけどもね。まあ何ですかね、僕はまあね、一貫してずっと言っていると思うんですけども、その何て言うかな、内向きとかいうよりもその見えてるその景色が違うんじゃないかなっていうのはずっと言っていて、つまりジャニーさんという存在を知っているのか知っていないのかで大きな温度差が出てしまったのかなと、世間というのはね、世間的なものと自分たちと、やっぱり知ってる人って知ってる人同士にしか分からないようなことありますから、まあ犯罪めいたことをしてもですね、まあ言ったらもうそれはもう昔からよくあることでみたいなノリってあるじゃないですかね。でも世間からしたらそれは異常な犯罪だよっていう、うん、僕はその違いだったんじゃないかなと思うんですけども、それで全体的にもう遅れてしまったと思うんですけども、まあただどうなんですかね、とりあえず名前は変えて、そのまあジュリーさんは、取締役に残すということなんですけども、まあ、僕的にはね、もうジュリーさんは完全に排除というか、もうおさらばという形にした方が良かったんじゃないかなと。今ジャニーズがやるべきことっていうのは何かそのね、それジュリーさんが残る方が被害者に対してね、そのケアできるというような東山さんの、ね、言い方だったんだけども、まあ、そうかもしれないんだけど、今はなんか世間的な声をこう重視するというか、まあ、世間の皆さんが言ってくれることをはい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 って言った方がいいのかなと。アイドルってそういうもんじゃないですか。やっぱ世間って一番みたいなところあるじゃないですか、うん、みんなに嫌われたら終わりのようなところありますからね。だからやっぱりジャニーズ離れってなってますけども、やっぱり印象100のようなところあるから、アイドルってそれがやっぱりね、今この感じで離れていってしまってるということですから、もう世間にひたすら謝ってですね、世間の皆さんのその通りにさせてもらいますという方が僕は印象が良かったんじゃないかな。いや、我々はこれがね、あれなので、ジュリー氏は残してとかいう言い方っていうのはなんか、それゴリ押しのなんかジャニーズの元々のやり方となんかあまり変わってないんじゃないのって僕なんかも思ってしまうんですけどね。こちら10月3日日テレニュースより、ジュリー氏欠席にそんな甘えた話はあるか、当事者の会、ジャニーズ会見の納得度は 30%、 社会的不安も社名変更は評価ということなんですけどもね。まあこれに対してですね、まあいろいろ賛否言われておりまして、ジュリーさんが出なかったのはやっぱりどちらかといったら、なんていうのかな、その、パニック、障害みたいな感じのことを言われていたという、それで出れなかったということなんですけども、まあ、ある種ね、やっぱりね、病気の時は仕方ないんじゃないかなと思うんですよ。なんかね、
仮にまあ嘘だとしても、やっぱりもう病気というふうにちょっと体調を崩したってなった時、そういうふうに言われている時はですね、もうそれはもう仕方ないと僕は思って、もう、まあ、じゃあ治ってからきっちり保証してくださいというのが、あれなのかなと僕は思うんですけどね。こういう時っていうのはね、いずれのケースにおいても、その本当にそれが病気だったら、やっぱりどうしようもできない時ってあるじゃないですか。その病気になられた方しか分からない、パニック障害とか特にそうであって、もうそれはもうね仕方ないというふうに、そこはそこで割り切って、じゃあ欠席で、ではまたね改めて、保証をして続けてくださいって僕はいいと思うんですけどもね。これそことこれとはなんか違うような感じがいたしますけどね。こちら10月2日日刊スポーツより、岡田准一11月にもジャニーズ退所か、週2校を伝える、事務所2度目の会見と同日発表もということで、まだ発表されてるんですかね、されてないんですかね、わかんないんですけど、でも辞めるなら今ですよね。なんかやっぱりここの時期を逃すと、なんかまたちょっとね、こう辞める時期っていうのが、こうね逃しちゃうような感じがするし、まあ今一もう本当にね、こういう、ジャニーズはね、やり方をしてきて、この後手後手に回ってるわけですから、はい辞めますって僕はまあ全然、むしろ今辞めた方が周りから もうそれがいいと思うよっていう感じに言われて思いますからね。まあ、もちろんジャニーズはジャニーズで、まだ1から0から、そのね被害者に対してのケアも含めてやり直していかないといけないと思うんですけども、所属の方々っていうのは基本的に皆さんね、まあ、とばっちりという方がほとんどだと思いますから、もう自分のだって人生の方が大事ですから、自分で選ばれるのが一番いいんじゃないでしょうか。こちら10月2日産経ニュースに、安倍氏、死去後自民党悪くなったが過半数、理由は経済政策リベラル化ということなんですけどもね。まあとにかくリベラル化っていうのは、やっぱ LGBT 法案とか、まあ、が多分そうだと思うんですよ。保守派の方々はLGBT 法案がどうしてもちょっと納得できないという方が多いということなので、まあね、岸田さん特にそのなんか的を得たら、その LGBT 法案ならともかく、まあ、かなりこう拙速な感じでね、こうご利用して通した部分があるじゃないですか。まあ、そういうところが特にどうなんだよみたいな感じのこと、あとはまあ景気対策とか、まあ、経済がこう揺らぐとやっぱりね、まあ岸田さんの成果って言われたらまああれなんだけど、まあ、明らかにその経済的なものっていうのは非常に悪くはなってる感じがしますよね。やっぱり、まあ、物価とかもめちゃめちゃ上がっておりますし、なんかほらコロナの時ってみんながみんなこう閉塞感であったから、まだね救われる部分があるんだけど、終わってコロナがこう自由にってなった時に、まあ、明らかなほらなんかこう格差みたいなのが目に見えてね、また分かるような感じになるじゃないですか。そうするとまた余計になんかね、こう苦しさというか、やっぱりこう生活が苦しい人はなんか余計自分だけみたいな雰囲気にもなりますしね。まあでもそれをなんか岸田さんにお願いしても何も変わらないような感じもするし、ね、もう結局自分しか当てになるものはないと僕は思ったりするんですけどね。CM の後はシスポシギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。フシギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でフシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギテレビジョン
不思議音楽レベルのネットテレビネットラジオが聞き放題月額1,100円不思議テレビじゃん不思議テレビじゃん不思議テレビじゃんシネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。シスポー、ここからスポーツの話題をお送りしたいと思います。レモンの千葉ロッテマリーンズ応援曲ということで、ライオンズとの3戦目7対3で勝利、3連勝ということで勢いが、ね、戻ってきましたけども、石川慎吾選手の2号ツーラン、すごいホームランでしたね。いや本当に石川選手はなんか左キラーとか言われておりますけども、右ピッチャーにも3割超えの、まあ、はっきり言って右も左も関係ないと思うんですけどね、なぜかスタメンで使われないというね、左ピッチャーの時しか使われないっていう感じなんですけども、久々の松川選手、スクイズを決め1打点、なんでか知らないけど、マツケンサンバが登場曲、あれは結局大下選手がちょっとこうね、いじくって、まあ、その BGM にしたということで、でも似合ってましたよね。で、ポランコは26号ソロということで、これでね、ホームラン争い一歩抜きに出たということで、小島投手が9勝目ということで、見事な勝利でございました。レモンニュース&エンタメチェックでした。一曲挟んでトレンドレモンです。それではお聴きください。シーレモンで忘れられない男。新しいもの、流行りもの好きの私、不思議レモンが最新のトレンドについてあやかゆるトレンドレモンのコーナーでございます。今日は恒例週刊映画ランキングということで、毎度のアニメ映画 .com のサイトから、ベスト10をお送りしたいと思います。10月2日分のランキングです。第10位、アリスとテレスの幻工場、これは何ですかねアニメですかね。9位、ホーンテッドマンション。8位、君たちはどう生きるか。7位、Gメン。6位、劇場版シティハンター天使の涙エンジェルダスト。5位、グランツーリスモ。4位、バッドランズ、これは何ですかね。邦画、洋画、邦画っぽいですね。3位、ジョン・ウィック・コンセクエンス2位が沈黙の艦隊、そして1位がミステリという勿れということで、菅田将暉さんのね、テレビドラマの映画化ということなんですけども、以上、映画 .com さんから映画ランキングをお送りしましたけども、しかしね、まあ邦画も結構頑張ってるのかなと。沈黙の艦隊もね、評価があまりいまいちですけど、これはやっぱ、ま、漫画アニメ漫画ですよね、がめちゃくちゃ面白い確か漫画だと思うんですけどね、
まあ、こういうのをなんか映画化すると大体こけるよねという、余計なことはしない方がいいよねっていう、よく言われておりますけどもね、まあ、中見てないんで何とも言えませんけども、ということでトレンドレモンでした。なだらかな丘に君はただ立っているよ、こちらを見ているよ、手招きをしては近くに寄り添うよ、何もせず横に立つよ、今起きてること全部夢ならいいな、どれだけ幸せかな、君は愛しき僕は抱きしめようと、でも君はいないよ、その手が遠い離さないように掴もうとするけれど、運命のいたずらがその手を奪い、僕は今ここに立ち尽くすだけなんだ。シュナル、お送りしたのはシゲレモンで、ね、シュナル瞬間にファーストテイク、こちらの曲が流れましたら、タマカツ AIIT ニュースということで、このタマカツというのはね、私のね、プロジェクトというか一旦別れとなったペット、ニャンコワンコですね、 AIIT の力を、使って復元させようという、プロジェクトでございますけども、そちらのニュース毎月火曜日第1火曜日にお送りしておりますけども、今日の ITAI ニュースは関西弁駆使する柴犬 AI 大ちゃんということで、まあ高齢者の孤立を防止するということなんですけども、まあ、チャット GPT ね、この YouTube でも何度かご紹介したと思うんですけども、その人工知能を活用した柴犬のキャラクター大ちゃんというのが、いるということで、まあそのまあいる、まあ言ったらネット上の中の犬、ワンコ犬という感じなんですけども、まあある種その高齢者の方と、賢く、会話をしてくれるということで、ただ特定の政党をかなり持ち上げるというような、なんかマイナス要素それはダメですよ名前はちょっと伏せますけど、その生徒の名前は、というようなデメリットもあるみたいなんですけど、いやただね、やっぱりこのチャット GPT を使ったペットの会話っていうのはね、結構主流になっていくと思いますけどね、今ねあるそのまあ言ったらニャンコワンコが喋れるという時代はもう結構全然早く来るんじゃないかな、その表情とかそういうのを読み取って会話でこう転換させるというね。で、まあ、一旦お別れになったヤンコワンコもですね、まあ、前から言っておりますけども、このような、ネット上の中ではこういう形で話できたりとかいう時代というのはもう全然来ておりますからね、ある種は、まあ、そういう需要とかニーズに応じて、まあ、具体化していくということなんじゃないでしょうか。以上、今月のタマカツ AIIT ニュースでございました。お送りしました、しぎれもんネットラジオ、こよいしげのラジオで、明日は水曜日8時にお会いしましょう。しぎれもんでした。